こんなブリッコバ入れなんて普通に食べてくれって。いただきます。いただきます。ブランク乗ってます。悪いけど何も使ってませんね。ガンガン涼しいのなんか互いに座るんかな思うやん。ちょぐらいにしてくれ。ちょって言ったけど。朝です。今日は初めての伊豆ということで、ちょっと観光したいなと思います。それでは、レッツゴー。じゃん、アツネス岩田スカイラウンジです。もう8月入ったのにもかかわらず、アジサイ、ガクアジサイみたいなアジサイが咲いてるのがなんでか分かれ。よし、じゃあ今からちょっと見てみたいと思います。ちょっととりあえず行かしてほしいです。行きたいと思います。レッツゴー。山クラゲやけど、すごレタスの仲間で、名前をステームレタスといい、この茎を切って乾燥させたものをクラゲに消化が似ていることから今クラゲという。いい、カッチリやん、ブレという。ちょっと焼き物だ、これ。この位置はこれだね。300円かな。そうやね、300円、安。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ん、何のさ、安い。950円ですよね。500円、見て、甘い、500円です。結構でかいの。甘い。でもな、包丁とかないやん。あ、そうだ。めっちゃ美味しそうやん。これ500円って安いよな。これもまあまあ安いよな。2500円の。ちょっと小ぶりやけどな。あとも、キュウリ100円とか。うまい。うん、涼しい。めっちゃ良くない？とりあえず、あそこちょっとなんか中見てみる？どこ？まあなんか食べ物屋さん系。別に食べへんけど。さっき小倉トースト食べたし、ラーメンとかあるの。はい、ラーメン屋さん。どうする？あ、こっちにも黒い卵とか。あ、黒い卵食べてみる。味噌団子、ジャガベ。黒い団子食べてみても、団子ちゃうわ、黒い卵食べてみてもいいかもね。外眺めながら黒い卵食べる。どっちでもいいけどさ、ちょっと一旦外出ます。うわ、綺麗んですけど。あー、君顔ピンと合うよな。じゃん、あれは海？分からんけど、アジサイ咲いてんねんな、あそこ。なんで？ララ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 ラ。絶景ですね。なかなかいい景色ですわ。ちょっと今から景色を皆さんに紹介したいと思います。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃん、絶景ですね。じゃがじゃんじゃがじゃん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 、なんかいろいろありますね。山、これがこの山だよみたいな感じで、はい、ベイベー。安定がさ、悪いから、怖いわ、なんかポケしまそう。安定が悪いから、そう。座る？いや、大丈夫。イエーイ、ブランク乗ってます。悪いけどすいません、ちょっと体重制限なさそうなんでちょっとキシキシ言ってますけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。子供ちゃん待ってるんで、もう終わります。ありがとう。
そうやな、黒卵だけ食べる。黒卵だけいっちゃおう。ブラン、あ、まあいいじゃないか。あ、あそこでもなんか箱根泰山なんとかっていうところで写真撮ろうかな、一応な。あ、ごめんごめん、持つわこれと。あ、ほんでつけとくわ。つけてないよ。おー、人の日傘をパクるんじゃねえ。じゃーん、箱根、ね、なんて書いてんの、大観山。ちょっとごめんなさい、ちょっとさっき撮るな。イエーイ箱根、ね。ハジンくんちゃうぞお前。何がずっとだけの仮装を独り占めしやってさ、アイキがこんなカンカン、誰の傘や思ってんねん。まあいいけどさ、自分使ってないの、人が使い始めたら欲しがるみたいな。違うわ、もう完全に今カンカン出るやん、こういう時の傘やん。なんかずっと、まあいいね、一緒に入ったらいいのにさ。疲れた、汗かくわ。卵いらん、一応卵買っとくわ。さあどこで買うんや。よっしゃ行こう。今回はね、食べようと思ったけどやめました。なぜなら、朝ごはん食べたし、車で、小豆トーストと、クリームたっぷり入ってるやつなと、お菓子食べたから。もうさすがに今日あのこういう服着てるからさ、わかる、こういうちょっとお腹が分かっちゃう服なので、今日は控えめたいと思います。晩ご飯があるからね。晩ご飯のために余韻を残しておく、それがアイキの行く末です。バイバイ。見て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 、アジサイ咲いてる。8月ですよ、8月も中旬ぐらいになってくるのにさ、なんでアジサイ咲いてんの、すごくね。ということでツーショット。すごくない、ヒマラヤやって、え、塩やと塩、ちゃんと削り器が入ってる。これができるっていうことですね。登る、別に行ってもな、あれでパノラマやからな、うん、ただのパノラマや、ま、うん、こちらパノラマはあんまり興味、まあ、一応この壁紙でパノラマ気分味わっとくわ。なんぼするん。人をあれ乗って行くわけですね、ブーンって。あー、なんかそのコテージみたいな、そうやな、コテージ、まあ、じゃあ今回はちょっと断念しようか。ゆっくり来よ。いつか、いつかね。今日伊豆やから、そう、今日のテーマ伊豆旅行、伊豆を観光するっていうところなんで、ちょっとパノラマは置いときまして、伊豆の方に行きたいなって思います。見てください。さっき行かれたけど食べます。え、美味しい。あ、すいません、ありがとうございます。はい。うん、美味しい。あ、めっちゃくる。すいません、ありがとうございます。美味しい。じゃあスライス1個買います。あった。ビールも買っとくか。あそこで冷やせれるぞ。ちょっと買います。買っていっちゃう。やった、買います。感覚で回れる。そうやな、時間、なんか見てほら、見て、海の時代って言ってなんか貝みたいなってなんか気出してる。温泉の町なん。細野高原っていうところもあるし、走り湯っていうところも気になるな。伊豆ナンパーク、よくそこ、はい、めっちゃうまい。どんなうまさ。ん、見ないでしょ、目が、見ないでしょ、見ないでしょ、見ないでしょ、目くるからちゃんと施されてるから。あー、好きなもんな、見せて、もの、美味しそう、なんか匂いが美味しそう、うん、いいじゃん、うん、めっちゃ美味しい、うん、やばい、よいしょ。旅の醍醐味はこういうことですからね、はい、
シュー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 、まあ、うん、どうしよう、太っちゃう。トンボ。じゃーん、もうここ下崖です。このパラグライダーっていうの、なんかあの空飛んでます、人が。やっほっほー。ちょっとこっち来て。マリンパークかな、マリンパークかなんかです。じゃーん、伊東マリンパークに来ました。道の駅です。じゃんじゃがじゃーん、レッツゴー。すごいやん、なんかすごいことなってる。あ、3年ぶりの入会。嘘やん、食べようや。これあれちゃん、美味しいやつちゃん、このせんべい系で、ピンク、すごいキラキラ光ってる。月に変わってお正気をみたいな感じやん。かわいい。わあ、かわいい。クラゲみたい。じゃあ、かわいい。クラゲみたい。かわいい。で、アイキはあの、ね、海鮮丼みたいなの食べたい。海鮮丼食べに行きます。すごい切ってる。これね、もしね、こうやって剥くとこれ大変だよ。もし剥くの大変なので、こうやって取れちゃうときは3等分くらいにするといい。こうやってやって、すごい、やって4等分くらいにやると綺麗になります。すごー、切ってます。すごいね。お、アイキがお風呂使ってる。なんてこった。ここ580円かよ。さっきのところよりもいいんじゃない。パリの好きなクロリピールがある。で、ほら、甘木声。甘木かわいいじゃん。鼻やめて、鼻かいね、ちょうど。やめろやめろ。あの、あれついてるやつも。刺身はええわ、俺はもう。あ、これも美味しいらしい。メヒカリの唐揚げ。どれにする？これは決めないやな。多分これでいいの？うん、それでいい。美味しそう。まあ、本来アイキはこれを狙ってますけど、2750円と3200円あんま変わらないと、こっちの方がいいんかな。どうなんでしょうね。ありがとう。うん、頼んでない。あんな、これな、あんま変わらないけど、まあ、こっちの方がいいか。うん、頼むわね。やばいやな。ちょっと涼しいよ。はい、乾杯。涼しいやんな、全然影なってるからな。乾杯。逆光ですけど、まあいいじゃないですか。今から揚げは海鮮丼を食べたいと思います。今日は夜ご飯もあるのにというのにもかかわらずな、嬉しいですね。ここの、また暗なった。ここの海鮮丼がすごい有名なんだって。だから食べたいなと思って。この後ろ、今座ってるテラスの後ろが足湯でした。入ってきたら、入ってき、あ、タオルないんか。あ、キャンデーミニタオルやったらどう。暑い、あったかい、あったかい。食べた後でいいか。すごい、海も見えてるし、足湯もできるし、最高ですわ。
にゃいやいや場所移動しました。なんか逆光やったからこっちから撮ります。めっちゃハトポポおる。ハトポポも食事中や。めっちゃ近寄ってくるやん。めっちゃ近寄ってくるやん。すごい。でかキメダイまで。はい、ありがとうございます。すごい、わわわわ、めっちゃ多いね。めっちゃでかいねんけど。食べれば。え、やばくね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 、めっやばくね。ちょっと待って、やばくない、これやばいよね。異常のデカさ。ここにわさびちゃんが。オーマイカー、このデカさ。オーマイカやばい。いただいてもいいですか。いいです。では、いただきます。やって、はい、いただきます。うん、おいしい。これご飯の量と魚の量がお前らご飯めっちゃ量多いな。いきます。うん、めっちゃおいしい。え、これやばいかも。いろいろ入ってる。ほんでこっちはマグロ丼。うん、おいしすぎ。あきの大好きなイクラ食べます。イクラやばい。あ、うん、待って、サーモン食べさせてな。めっちゃでかいサーモン入ってた。こんなおいしいの。衝撃なんですけど。アジも入ってる。これやばい、めっちゃ美味しい。うわうわ、怖い顔で食べてる。ちょっと待ってな。ちょっと待って、行きます。こんなブレッコはいらん。普通に食べてくれって。いただきます。普通に全部美味しい。ここのイカとかも。アイキはこれもらおう。金目鯛。うわ、目のとこもらおうかな、後で。うん、美味しいな。淡白やな。うまっ。卵もトッピングであります。後でかけたいなと思います。この中のイカが美味しい。食べても食べても減らない。これはこぼれちゃうな。うん、醤油もかけれる。醤油絶対いるんじゃん、これ。うん、な、これに。なるほど。ここに醤油に、ここにこれを溶かして、うん、この上からかけるんじゃない。多分、うん、なるほどね。それは言えてる。溶かして、でもアイクはつけながら食べるわ。つけながら、ちょんちょん。あ、まや、醤油いるやん。でもなくても味ついてるけどな。こうやって温泉卵を入れるパターンでいきます。これパカリー。うわー、美味しそう。とろける、とろける。これと絡めて食べたら美味しいと思うで。うわ、落ちる落ちる落ちる。やめてやめて。うん、美味しい。あふれちゃう。これうまいこと食べれる人おる。全然ご飯にたどり着けへんねんけど。マジ、お腹いっぱいになるな。今は全然食べてないんじゃん。届かへんねん。上のばっかり食べてんじゃん。だからとりあえずちょっと減らして食べようと思うねんけど、全然減らへん。ご飯が、そうや、ご飯が食べたいね今。出た、ご飯やっと出てきました。これでも結構なボリューミーやな。ちょっとちょうだい。なんかやってるな。
マジうまいです。ちょっとゆっくり食べ進めます。金目鯛はあれらしい、ここが日本一らしい。行っちゃったけどまだ止まってるな。10分経ってるもんね。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっとさすがにデザートまでは行かれへんかった。お腹いっぱいだ。人が多いからちょっと一旦切りますな。しらす、ありがとうございます。作ってるとこみたい。そうです。粉とか油何にも使ってませんの。へぇ、あれじゃない。美味しい。めっちゃ美味しいやん。そのままです。エビとしらすの。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。エビしらす。じゃあ最終道の駅は伊豆の村の駅、なんかわからん、読まれへん、なんかよくわかんないんですけど、伊豆のなんかそんなとこだの。なんか耳おかしい。閉まってたんちゃう前。これこんなんやったかな、ほんまに。わ、見てこれ、懐かしい。なんか耳おかしいんですけど、なんもない。ここで銃抜けちゃって、うん、あった、せや、キノコや、キノコや。あったあった、思い出した思い出した、キノコ。ここじゃなかった。当日はこの前、当日はこの前やる。どこな、どこにある。イエーイ。100円やろ。ベイベー、どこ狙おうかな。あ、こっち行くタイプ。こいつに決めた。あ、無理かも。全然無理。いちご行こう。ありがとう。あんなん取れるわけないですわ。取られへんように。だってアームが弱かった。うわ、マップすぎ。前にもここ来たことありましたわ。私ら鎌倉前にね、食べ歩き動画上げたと思うんですけど、その時に帰りに寄った覚えがあります。いや違う、帰りかな、行きしやな。今日な、タマムシ見てんけど、タマムシおらんか、めっちゃそれ探してしまう。じゃん、ここです。いちご、ソフトクリーム食べたいと思います。いちごみたいな服着てるし。わー、かわいい。ギリギリかわいい。あー、いっぱいみんなに見られて恥ずかしかった。びっくりするぐらい超飛ばすんじゃないわ。ふふふちゃうね。このいちご食べようと思ったけどやめます。一人で食べられないから、もう夜ご飯もあるからやめます。かき氷あったからかき氷にしようと思ったけど、もうやめました。映ってないよ。いちごにしようと思ってんけど、なんか意外と今日やっぱり食べ過ぎたのか、食べようと思った時になんかあれちょっと違う、食べられないかもと。もうこのままちょっと旅館に行きたいなと思います。温泉入るわ。もう食べ過ぎ食べ過ぎ、ダメダメダメ。じゃんじゃーん。わーい。お疲れ様でした。ありがとう。
帰ってきて、さっき部屋おったらもうめっちゃ眠たくなっちゃって、今ちょっと眠たいタイム。おいしい。いただきます。なんかナスみたいなやつ食べます。うん、おいしい。おいしいんだ。うん、これはなんかかま、アイガモのロースマリンやって、アイガモのロースマリン。うん、おいしい。目覚める美味しさ。うん、ありがとうございます。でも器は暑いですので、お気をつけてお召し上がりくださいね。優しいですね。なんか今日一日ずっとお刺身食べてる感じがするけど、お刺身食べます。伊豆のお魚です。消化するものやな、意外と。お昼海鮮食べたからさ、うん、あれかなと思ったけど全然いける。これタイ。うん、魚。おいしい。結構一気に食べるね。食べれるの？食べます。少し食べます。ありがとうございます。できたてよ。これ美味しい。ちょっと中ぐらいにしてくれ。超って言ったけど、ありがとう。ナイス。美味しそう。けんちゃんに継いでもらえますか？今できたてや。できたての匂い。どうなんでしょう。いただきます。お米もメニューに書いてんじゃん。お米美味しい。この艶やかなお米。甘いな。うん、怖いな。魚の入れ物かわいいな。いっぱい入ってる。うん、優しい味が美味しいな。海苔のきったにが美味しい。ご飯につけて。あそこの昨日のどんぶり、どん、うん、食。うん。お米が一番すぐ分かるよな。2杯目。はい、行きます。うん、ちゃんとゆっくり食べよう。はい。ご飯分かるあったらください。言ってたもん。うん、まあ、こんなに、俺もこんなに。米食べ過ぎちゃうわ。でも、パンとかよりはいいやろ。健康や。まあ、今あれしても11時ぐらい絶対。うん、お腹すいたら。でも違う。サラミだ。そうやな。そうやな。それや。楽しみはそれです。味噌汁食べる。あ、飲む。あげるで。あげると思う。そうやな。キノコ焼けてる。生で焼けるか。ラッキョウでした。なんかタイのつみれ。
これロールキャベツやった、あゆくあゆ食べたやつこれか、これがタイのつもり。なるほど、なんか、あれなんでそんなタイ主張少ないのと思って、キャベツ強ーと。今の食べたのはロールキャベツです。これがタイのつもりです。昨日こっちゃ、あとはデザートだけやからゆっくり食べたいと思います。ごちそうさまでした。じゃーん、伊豆パノラマパークに来ました。見て、めっちゃ可愛いんですけど。可愛い、お土産だけ買ってたよ。え、見て、3400円。すごいな、まあ、なかなか。見て、こっちの。いや、めっちゃ可愛い、それ可愛すぎるな、これ絶対喜ぶな、うん、何やろ、クッキー。めっちゃ可愛い、伊豆の鹿の骨やで、まあ。もうそんな本でいけてる？ちゃんと見てる？見てる。骨やで。骨売ってるねんで。鹿のな、嫌やな。うん。めっちゃ冷静やん。ひどいことするな、思って。食べ物やろ？でも食べてんやろ？GBA、あ、食べれるやつや。そんなこと言ったら、牛肉も豚肉も一緒ですよね。人間のエゴかもしれないけど、命に感謝していただきますの思いで、これからもどんな時も感謝を忘れずに食事をしていきたいなと思います。香りがする腕時計やって、どんな匂いするんやろな。木かな、畳かな、わ線香かな。どういう、うん、コンセプトで匂いつけてるのか。可愛いし、でも全部変わらない。可愛い、可愛い、はい。待って、せよ、もうすぐそこやのに。めっちゃ回っユニバみたいなことなってる行くんだ、花園の道よ。新しい世界に向かって、いざ飛び立つ、飛び立つ。あ、小学校の時に学習発表会やったから、未だに覚えてます。私、覚えてる小学生の同級生いますかすんません。じゃあ今からロープウェイに乗りたいと思います。いや、来た来た来た、楽しそう、熱っ。何やいやる気か。さあ、乗り込めるのでしょうか。ドン、イエイ。座るんかい。そうやろ、そうじゃないの。お互いこう、あ、そういうこと。え、だって向こう向こうやねんから、そうやろ。そうか、ごめんなさい。なんか、互いに座るんかな、思うやん。4人を、犯人が4人やったらそうやけど、これ1列3人座ったら、やかましいな、もう。やかましい。でも俺閉まれへんねんけど。あ、閉まる閉まる閉まる。めっちゃ早いね、急に。いや、お前な、急にめっちゃ早い。めっちゃ早い。ゆうべ、ここで食べて、ここで食べてからの、食べてからの、止まってる、いきます。やかましい。うわ、なんかすっごいスピーディー。え、こんなスピーディーな、初めてなんですけど。すげえすげえすげえ。待って、めっちゃ綺麗。うわー、田んぼが綺麗。おお、大丈夫、ちょっと酔うぞ。酔いだめなんで来たらよかった。大丈夫大丈夫、そんなに酔えへん。うわー、綺麗だよ。見て、これしかない、ちょっととりあえず大阪締めやり、うー、行きましょ、早っ。ほら、ロープウェイ感あるやん。うん、おお、やばいやばい、ここの屈折のとこやばいな。屈折てくてんてんてん。あ、涼しいな、風が来てるわ。上も開いててか、なんか結構さ、見てほら、これぐらいのスペース
やから嬉しいな。なんかみんなで乗る系って結構遅いやん、うん、2人で乗る系やから結構早いんじゃん、うん、まあ上登ったらまあ汗かくでしょうっていうところなんで。地震来たらどうだろう。そんな目細めやん、もそ細めてそんなこと言わんといて。今そういうこと言う話だ。なる目細めて失礼失礼なこと言っちゃった。目細めてなかった。いいね、この天気のいい時のロープウェイ、うん、ロープウェイ行く時いつも曇ってるから。ロープウェイ行く時いつも曇ってないやろ。曇ってる。記憶を勝手になんか。ちょっと待って。え？何何？あんまり喋りすぎないよって。うん、静かにしてくれみたいな。はい、ということで今日はですね、伊豆で昨日、温泉に泊まってきたんですけど、めっちゃ温泉ツルツルになりました。やっぱり温泉の成分はいいんだなって改めて感じた次第でございます。今日は自然の力を借りてもっともっとマイナスイオンで綺麗になりたいなと思います。肌がね、あいぎじゃないです、肌がね。はい、でロープウェイに上に行ったらどこ行く？カフェ行きたいよな。ちょっと何があるのかもよく知らんけど、そうなんかでも券もらったから、割引券みたいなのもらったからめっちゃ汗かいてた、びっくりした。だから割引券みたいなのもらったから、その割引券で、あそこ行きたい、カフェ、コーヒー飲みたいなと思います。今日も朝ごはんがっつり食べたので、ちょっと今日は控えめにしたいと思うんですけど、まあ、美味しいのだったら、うん、食べちゃおうかなっていうところかなです。すごいな、まだまだ続くよ。ちょっと暑いな。ちょっと暑いけど風がある。これ見て後ろ、ほんまやな、うん、すごいな。あんな上まで。でもこんなんはもうロープウェイしか無理やんな。無理無理無理。すごいよな、でもそう考えたら。すごい。登山して登らんでもさ、こうやって。そうそうそう。楽して上がれるから。楽してって。ちょっと言い方あるやな。そう考える。なんか、その空気を見な、この快適にな、快適に、そう、なんか人々が頑張って作った、なんて言うんだか、全部なんかいやらしく聞ける、性格が出る、性格が出る、いやらしく思ってないのになんでいやらしい、なんやろ、言葉がチョイス、だから言葉の、そうやね、だから人々がこう汗水流し、いろんな構成を考え計算してこのロープウェイができた、出来上がったと。人々がいろんな人に楽しんでもらえるように、そうそう、楽しんでもらえるように頂上に行かせてもらえるよ、行かせさせられ、行かせていただけるように快適にっていうことで作られた、だからいいだね。いいんだね。今日のアギの一個のミッションはタマムシを見つけること。おお、すごい、こっから坂、結構頂上まで。ちょっと頂上まで楽しみたいと思います。うわー、ララララ、やばい、優勝見てみ、めっちゃ下り、すごくね、うん、横もめっちゃなかなかのスピードやねんけど、うん、めっちゃ速い、速いな、めっちゃ速いやろ、おーすごいな、シュンシュンって感じやろ、すごいよな。カメラちっちゃい、おー、うわー綺麗な、耳おかしい、ちょっと熱い、大丈夫かい、大丈夫かい、もういそないなね、いそないな、はい、ありがとうございます、ベイベー、うわ綺麗、綺麗な、超綺麗じゃん、クリちゃんどこ、あつーい、おー、虫おったな、虫おったな、虫おったな、虫いましたわ、危ない危ない、じゃん、じゃん、ね、淡島ホテル、待って、ここ足湯できるんじゃん、え、足湯じゃないのこれ、あ、足ぺちゃ、水たまりは全部足湯に結びつけるの。水たまり、テラスって書いてるけど、これ足つけたらあかんやつなんかな、水盤には入らないでください、入ったらあかんやつや。お、デカトンボ、危ない、オニヤンマ、オニヤンマ、オニヤンマおる、見た、みんな、オニヤンマ、ここここ、ほら、オニヤンマ、止まるが勝ちよ、かわいい、ここに入りまーす、なんてこった、いい感じやな、いい感じや、抹茶も来た、イエーイ、
ただきます。めっちゃ美味しいんですけど、たまらん。しかもさ、ここのクッションもいい感じ、うん、上からかける抹茶のソース。上からかける、うん、別にかけんでもさけたみたい。足らんくなったらかけていくスタイルの方がいい。おいしい、おいしい、ガンガン涼しいな、体冷えておいしい。どうやってた、タレもついてるし、めっちゃおいしい、練乳もついてる、練乳も入れてお、練乳がプラス200円でつけてあげたい。うつわ、ありがとう、嬉しいわ。練乳大好き。りんちゃんの抹茶もらいます。うん、美味しい、美味しいな、うん、美味しい。そってさ、アスレチックもあるじゃん。今からこの鳥居をくぐりたいと思います。うわ、綺麗な、綺麗、綺麗。ちょっとお参りしたいと思います。ユモ、この階段でいいんじゃない、階段で行こうか。わぁ、ちょちょでか、でかちょちょ、うわ、うわ、見た、今のアイキの近くに蝶々が待ってたぜ。ということで、ちょっとだけ山頂上まで歩きたいと思います。つくつく帽子が鳴いてますね。バッタもおるし、足湯は満員やから左側、まあ、足湯、あそこで足湯ができるみたいやけど、こんなね、真夏やからこそこうやって足湯するのもいいんやろうけど、暑いからさ。さあ、ちょっと今から登ります。はい、登ってきました。あっ、じゃんじゃがじゃん、頂上です。頂上、あっつ、金、幸せな金もあったんか、うん、源頼朝、あったで、そこに、ほら、はい、入れるヘッド用だけど。で、冷水と、あっちがあったかいやつと、こっちが、こっち入りまーす。暑いか、気持ちいい。前は絶景です。イエーイ、いざ。10点、気持ちよくね。うん、たまたま空いててよかったな。うん、どうどうですか、寝るよな。気持ちいいやん。足湯というか、足爪してます。足爪って、足水やろ、足爪爪、イエーイ、来て、イエーイ、めっちゃ嫌がるやん。ああ、ちょっと進んでから行きたいと思います。来るぞ、ジェットコースター。うおー、怖い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 、結構これちょっと怖い、ちょっと怖い。あ、そんな怖くなかった。はい、ということで伊豆の旅でした。イエーイ、いいところですね、茅ヶ崎、そして伊豆。皆さんも行った時には、遊びに行った時には観光してみてください。下手か。私はすごく好きになりました。遊びに行った時には観光し、遊びもあるそういうことだろ。え、そういうことよ、そういうことよ。遊びに行くっていうのは観光しに行くっていうことですね。ああ、そうですね、観光しに行った際には個別具体的な、ここに来てみてくださいとか。ああ、そういうことな、うん、旅行に行こうっていうことやな。旅行に行こうっていうことと一緒でござろ。いや、ちょっとそれとはまた違うけど。ちゃうかい。ということで、今回も見てくださってありがとうございました。山口ゆきでした。
見てる人おんの最後まで。おるわ。途中でやめてんちゃうのみんな。みんな最後まで見てるやんな。最後まで見てな、お願いします。最後まで見てくれてありがとう。聞いた人少ないと思う。おい、すげえんじゃねえ。ちょっと今から喧嘩しますわ。ファイン。綺麗な景色が、なんかもうすごく綺麗。酔うわ。静かにしてくれ。開くそうか。酔う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 言って、せっかくこう景色綺麗な言ってるのに、これをことごとく酔うとか、ほんま台無しだな。あ、見て綺麗、白の花咲いてる。おー綺麗ね。お花ちゃん、お花。いやいかがでしたか。まあ、竹終わったんじゃん。うん、で途中で入れ込む。いかがでしたか。途中で入れ込むでも景色が違うからさ。何しようが愛機の勝手や。カメラ向けたら二人とも黙る。よし、ワイン買おうかな。違うんです皆さん、これは緑茶です。あ、タクコ。タクコとか言うな。もっとなんじゃないの。テイク2じゃん。あー、よし、ワイン買おうか。お、待って、これ緑茶やん。緑茶。テイク3じゃん。わー、ワイン売ってる、めっちゃいいな。ワイン欲しい。赤ワインも美味しそうやしな。え、待って、これ緑茶やん。びっくりするわ、これ緑茶やん。これでいい、うん、ありがとう。ちょっとこれ試食してみたいと思います。青い胡椒、胡椒、え、青い胡椒。じゃあ青い胡椒いただきます。美味しい。ホワイトチョコみたいな味する。うん、アイクはあんま食べへん味かも。なんかクランチ入ってるやん。